どうも、なべです。今日の朝、夜中の2時ぐらいにアップルの新商品のなんかやってましたね。ついに来たね、 iPhone7 が。しかもなんか予約が9月9日明日からっていうね、早いなと思って一瞬で、発売日が来週の16日だったんで、マジかと思って、まあ、僕ちょっと7に変えようかなと思ってるんですけど、なんかいろいろ見た感じ変わってるね。なんかイヤホンジャック、イヤホンをつけとかなくなって、なんかワイヤレスになったね。イヤホンが、そう。すごいね。コードがいなくなってね。あとなんかホームボタン、iPhone のホームボタンも変わったとか。あとなんか、iPhone 7 Plus だとなんかカメラのレンズが2つついてるとかもよくわかんないけど、なんかいろいろ新しくなったみたいです。あと防水か、一番のが防水だね。いいね、防水。雨の日とかに使えるしね。もうね、防水だからといってお風呂で使う人はいないのと思う。多分お風呂だと湿気とかで壊れてるんじゃないかなと思うんですけど。あと iPhone 7以外に Apple Watch の新しいやつとかね。うん、すごいよね。あとは、そう、なんかね、iPhone 7に Suica が入ったり、カードですね。普通にカードとか入ったりして、ね、便利になったね。うん、そういうのもいいかな、いいんじゃないかなと思いました。うん、Suica とか使えるの便利だね。うん、でしかもなんか、チャージもその場でできちゃうとか、すごいよね。うん。ちょっと便利かなと思って。まあね、予約、iPhone 7予約しようかなと思うと、多分ね、ほとんどの人は7に変えるんじゃないかなと思うんですけど、僕 iPhone 使ってる方々なら、まあ新しいの使いたいよね。うん。まあ、僕も新しいの、まあ僕6なんですけど、2年使ったんで、まあ変えようかなと思って。うん。いいか、うん。まあどうせね、8とか9とか10とか出るんですけど、まあその都度また変えていこうかなと思ってます。うん、ちょっとね、Apple Watch とか欲しくなったんだけどね、うん、まだいいや。とりあえず iPhone 7に変えたいと思います。ちょっと皆さんもね、多分変えると思うんですけど、どうですかね。多分ね、予約して朝早く並んで買う人が多いと思うんですけど、ちょっとそういうのね、知りたいんで、ちょっとコメント欄に書いてくれて嬉しいです。僕は買います。ね、iPhone 使ってる方はね、チェックしてみてください。公式サイト行けば載ってるんでね、うん、チェックしてみてください。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ、もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。